どうも、桜井トールです。マニフォールドガーデン。続きをやっていきたいと思います。前回までは、また赤を終わらしたのかな？はい。赤を復活させました。じゃあまあ、続きだ。行こう。はい。このゲームは FPS 視点のゲームとなっておりますので、大変酔いやすいです。桜井もちょっと気持ち悪くなったりします。なので、見る人は薄めで見てください。まあまあ、ジャンルとしては空間パズルだと思いますが。まあ、やっぱりね、空間パズルだと、あっちこっち桜井も見ちゃうので、ちょっと酔いやすいゲームとなっておりますので、お気をつけください。さてと、進んでいこう。うん。おや？あー、そういうことね。どうするか。まあ、逆になんなきゃいけないな。ほっ。うん。これ、実がある、実、これ外したらいいだけか。一応この実も持っていこう。さて、出たはいいが、どこに行けばいいのかしら。あそこになんか、つなげる感じやな。この上？階段が急なんじゃ。膝壊すぞ。ここね、1個。あー、けどここにつけるよりかは向こうにつけて扉開けた方がいいか。ちょっと待って、はい。あ、このゲームはこんな感じで高いところから落ちるっていうのを平然とやらされるゲームです。高所恐怖症の人は、気をつけてください。あんまり高所恐怖症じゃない桜井も怖いからな。開いた開いた。さて、またすんごい声。スイッチやな。うん。また開けたとこ、開けたというか、なんというか。どうするか。社みたいなのがあんね。ずいぶん。日本チック。社じゃない、なんだっけこれ。実がある。オッケー。一つはここ。ん？あ、違うの、ここ。え、これ何？え、何？なんか置いたらいいことあんのかな。お、木が生えた。あー、すご。あー、実が生まれた。なんか透過効果な感じがあるけど、なにこれ、回転。え、なんで回転。あ、すげえ、川の流れが変わる。川の流れのように。へえ、なんだか面白い。これをどうしたらええんさよ。え？こっちになんか持ってったりすんのかな。この水の流れをどうしたらいいんでしょう。段差でそのまま続くわけではないのか。なんだかまた難しいことになってきたな。どうすっぺ。そうさな。川の流れを私はどうしたいんだ。ちょっとこれ置い、ここに置いてだ。この落ちたやつはどうなる？おお、滝だ。滝のようになってるってことはですよ。
特にって感じやな。ああ怖い。いひほい。はい、こういうゲームです。怖いです。ちょっとわからん。わからんな。ちょっと他のとこも探索しよう。まあきっと水をどこ、これか？これ水車っぽいっちゃ水車っぽいよな。はあ、けどそれには水の誘導が何個かいるぞ。お、あるやん誘導。じゃあさ、これをこうしてだ。いったな、オッケー。多分こっちだ。これでこうしたら動いた。動いたよ。中の歯車も動いておる。開いた。いいねー。開いたぞー。さあここはなんだ。こっちか。シュッ。ここは緑の川か。はいはい。外す。あ、とりあえずこの、こうしておきゃ何かしら使えるやろ。他なんか実はないか。ないな。オッケー。まあこの流れをなんとかしたいって感じやと思うが。おっ、そうね。で、また実がなっとるんでしょ。なっとる。いいね。よっしゃ、ついたついた。よっしゃ、どうせこれまた緑も使うと思うから取っとこう。はいはい、水車動いてます。ちょっと待ってね。なるほど。おお、そうか。そうかそうかそうか。あう、落ちちゃった。いいの、落ちても。またさらに落ちればいいだけだから。よし。こうするでしょ。身が足りないんだよな。身が欲しい。あった。この身を使わせてもらおう。これでもう一つ木を作ることによって増殖させられるんじゃないかな。おお、いっぱいできた。いいね。でだ、ここの水車も動かさなきゃいけないから、ん、ちょっと待って、段差があるから無理だな。まずここで動かすだろ。でここの出口からまた誘導しなきゃいけない。こっちへ。オッケーオッケー。で実はいっぱいあるから、まあ最終的にこの水車の方に持ってくりゃいいってだけやもんな。よっしゃ、電波塔完成。レーザー照射、照射。うお、あっちに行きゃいいのね。ほっ、
よいしょ。はい、来た。これを持って私はどこに行けばいいんだ。取った。よいしょ。あれ？なくなったぞ。これか。オッケー、着いた。緑だ。かなり緑。よし。ゲット。さあさあ進んでいこう。空間が歪んでるように見えんな。はい、緑ですよ。赤の次は緑。よし、次だ。青、赤、緑が終わってんだっけ。光の三原色ってわけではないんだね。じゃあ、うん、ここ、お、すごい。川は道次第で固まるのか。これ困ったな。どうするか。下にちょっと行ってみようか。緑。うんうん。川が流れています。おう、ここの、ここに持ってきたいんかな、俺。よいしょ。ちょっと覗きますよ。そうだね。ここに持ってきたいから、どうするか。こうして、緑がもう一個ぐらいあったでしょ。この、橋を上にかけりゃいいだけだ。こっち、そうそう。で、どうなればいいんだ。一回落ちよう。よし、オッケー。よし、こうなるわな。で、この橋を使って青を届ければオッケー。よっしゃ、いいね。なんだかすごい建築物ね。また水車ギミックですか。水車だから水をまた這わせなきゃいけないんだな。はいはい。ん？あれ？なんか変な世界だね。鏡の中にあるのに見えない。おや？どこにあるんだ、水は。水がないぞ。
この鏡の中にある。ん？ちょっと待ってよ。疑似ね、疑似としてここに置いたらどうなるんだ。ああ、変わらないか。ってことはこれは解決策ではない。なんかまた難しい世界に来ちゃったな俺。ああどうすっか。ここから来た。この鏡をどうやる。見えないな。何を言うてるのかさっぱりやぞ。あそこに。があるってことは？あれ？川がある。なんで？なんで川があんの？あ、扉を挟んで川があるってこと、ないところがあるってこと？はあ。で、こっちからこう行ったら川はない。だから、持ってこなきゃいけないんだ、川を。ここら辺かな？ここら辺。なんか不思議な世界にまた来ちゃったな。よいしょ。またオッケー。これで扉が開く。はいはい。川はある。木の実は。ちょっと待って、あそこに使ったよな。だから回収したらいいんだ。よいしょ。ここで、そこを扉開けるために使った青のブロックを回収して2個にはめたらいいんでしょ。オッケー。あ、で、あそこにあれか、水車のギミックがあるからそれが動き出すと。なるほど。よいしょ。おい、川が通じた。そしたら水車が動き出す。扉が開く。よっしゃ、オッケー。またすんげー世界。また川か。オッケー。この川をあそこの水車に行きませー、行きませーってなんや、行かせましょう。まあそんな単純にはいかんやろな。
じゃあ天井を這わせるしかないか。そんなことできんのかな。頭あるよね。水は低きに流れるか。どうするか。ブロックはこんだけあるんだから、ちょっと周りを見よう。よいしょ。こっちサイドには何がある？おや？こんな階段があるのか。この階段はなんか使えそうだな。おお、使えるやん。あ、なんやちょろ。単にこの階段に水流しゃいいだけでしょ。こっち向きでいいか。引く気に流れる。で、もう一個ブロックあったらいけるか。よいしょ。で、こっちか。ほい。開いた。さて、上か。うい。おお、紫か。今度は。すごいな。神の啓示がありそうだ。さてと、ここは上に木があるね。紫のあれなんだ、よくわからんのがある。で、ここに紫の木の実を置けばよい。そうですか。ん？うん、オレンジ。これは紫のビームみたいなのが出てますけど、私これ触っても大丈夫なの？うん、触れないですね。オレンジをどうすりゃいいかな。ここ、はい、はめ込んだりできんのかな。おお、どういうこと？色変わったってこと？これもじゃあ色変わんの？ほんほんほん、で？落ちた。紫。ふう。色変わるとかマジか。余計複雑やな。で、どうするよ。オレンジにして、下にとりあえず降りましょう。ヒュー、私も追いかける。すん。なんだ？はあ、いや、なんだかもう天国みたいね。よっ。ああ、怖いんだから、もう、ああもう怖いんだから。よいしょ。うー、オッケー。ふぅ、一応4色で終わりそうだよね、その方向的には。だって、新しいところだ。だ。こうわ。やってらんねえな。桜井は、あの、落ち続ける夢っていうのは見たことないんだよな。あの、ちっちゃい頃とかね、よく、熱出した時とかに悪夢をよく見ましたが、
ものすごい規模の大きな玉、地球みたいなものに押しつぶされる夢とかよく見たな。なんかあるんでしょうか。そう、プレッシャーに日々潰されてたようなことがあるんでしょうか。開くかな。まだ開かないか。オッケー。じゃあもう一個赤い実持ってこよう。まあ見る人が見たらこのマニフォールドガーデンの世界も悪夢だよな。青か。青がないといけないんだ。じゃあまあこの赤い実はまたちょっと使うところが違うんじゃないかなと思いますので、ちょっと使うところ探そう。あった。ここは開くのか。オッケー。ああ。よいしょ、こっちにしよう。永遠と続く階段とかな。すごいね。なんかすごいのが待ち受けてるな。ここは黄色。黄色ですか。了解。とりあえずあそこ落ちたらいい感じか。よいしょ。赤。道ができた。あそこに行きたい感じやな。あそこも赤色か。ただ扉を開けるためのやつだからな。これは？ああ、これも扉か。じゃあ黄色を処理しなきゃいけないわけね。木が1個しかないぞ。どうすりゃいいんだ。ん？あ、わかったわかった。これが早とちり。これをつけちゃったら貴重な実がなくなるから、ここだな。黄色に変化させておく。入るかなこれ、固まったタイミングで。ちょっとやってみよう。落ちるっちゃ落ちるんだよな。うん、どうするか。あ、わかったわかった。じゃあこの黄色だった赤い実をもうちょっと上で固まらせたらどうだ。はい、ダイレクトイン。オッケー。でだ、これを取って、あっちゃー、降りちゃった。あ、ただ何回でも降りられんのか。オッケー。よし。で、あそこの黄色に変化させたキューブがもういらないから、ここを開ける。オッケー、扉は開いた。うん。うん。あ、じゃあ時間がちょうどいいので、ここで一旦区切りたいと思います。マニフォールドガーデン。いやー、3D がすげえ。だからちょっと気持ち悪くなっちゃった。もうぐるんぐるん見てるもんな。はい。なので、これを見るときは、重々気をつけて見てください。まあ、桜井がなるべく酔わないように視点移動したらいいんだけどね。
まあまあ、なんとか試行錯誤しながらやっていきたいと思います。マニフォールドガーデン、ちょっと進んだんじゃないでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。